宇オヌ神社は、新潟県小寺谷土川二丁目にある神社である。境内には、国の重要文化財の阿弥陀堂がある。創建は、主神天皇の時代と伝えられている。宇オヌ神社という名は、平安時代からあり、縁起神明式にも宇オヌ軍の神社五社が記され、その中に、宇オヌ神社もあるが、当神社と一致するか否かについては、江戸時代以来諸説がある。 戦国時代には、いよいよ彦神社と祭神が、同じことから、女王や彦神社と呼ばれ、上杉謙信の時代の資料にも、女王や彦大名人とあり、拝殿にも、いよいよ彦大名人の額が掲げられている。越後国一宮である、八彦村のいよいよ彦神社に対し、当神社を二宮と呼び、この地域の人々の信仰の中心となった、魚沼神社と称したのは、 幕末頃で、式内社であるという確証はない。現在の土川に移る前は、上の山にあった。鳥居は、両部鳥居。長寿舎の隣には、小川の横に、みたらし城と見られる石段がある。拝殿に向かって、左側に、阿弥陀堂、右側に、神楽殿、右斜め前には、日露戦役記念碑が建てられている。本殿の脇には、神余舎、祠がある。 阿弥陀堂室町時代末期 A66 年頃の建立で国の重要文化財に指定されている。片、見宝法業作りかや武器の衝動である。道内には、鍛冶屋が品濃川の砂鉄で作ったと言われる阿弥陀如来像と大日如来像が安置される。昭和29年に解体修理が行われ、後世の改変部分は建立当初の形態に復元された。主に、 茶号川流域に十八抹茶がある。上杉謙信が関東へ出陣する際は、おじやで信濃川を渡っていた。そのおじやを通るたびに、このお沼神社に参りに来ていた。ある時、社殿で戦勝祈願の儀式を済ませて拝殿に立つと、遥か彼方に天皇御三命と十八抹茶の神々が関東に向かっている姿が見えた。 関東の戦いの最中にも神のお旗が現れ、大勝利を抑えた。越後国に帰ると、謙信は本社に百余官分の年分の上がる土地、十八末社にも、それぞれ一朝八端の土地を寄進した。第二次世界大戦中、中国大陸を転戦している軍曹がいた。暗闇の夜に舞台の一番後ろを歩いていると、疲れでよろめいた拍子に、道脇のソライドに落ちてしまった。 すると、上から、明かりが差し、白い着物の白髪の老人が現れ、ちょを掲げ、縄を下ろされた。井戸から出ると、老人は、ついてきなさいと言い、歩き出した。道を照らすちょには、女王や彦神社と書かれていた。舞台がいるところに着くと、老人はいなくなっていた。新人深いおばあさんがいた。新類のおばあさんが長わらいで寝ているのを気の毒に、毎日、 魚沼神社へ早く治るように祈りに来ていた。ある夜、夢に白装束の神が現れ、毎日、神社の後ろの宝バーンーん、貝を取り、神類の婆さんに食べさせれば、病気は治ると言った。次の日から、バーん、貝を取って、神類の婆さんに届けた。すると、1月ほどで婆さんは、病気が治り、前よりもお元気になった。神社の倉庫の裏に、大木様という、 大きな杉の木があった。老木になり、嵐で倒れてしまうと、木の先が上の山のふもとまで届き橋のようになった。その木で、神主は心臓を作った。神社の裏にも、大木様に負けないほどの大木があった。この木が倒れて、先が届いたところは、今でも、障子で杉崎という地名で残っている。前高寺街道が通る上の山の山際を通っていた、頃、 道脇に水が湧いていた。あまりにも冷たく、一杯で、喉が潤い、一杯、清水と言われる。また、盗賊が一杯清水の脇に潜んでいて、旅人が二杯目の水を飲もうとすると持ち物を盗むため、一杯しか飲めなく、一杯清水になったとも言われている。ありがとうございます。